は緊急特番です。以前9月14日と9月18日に中国人の留学生の受け入れについてこれは問題があるのではないかという、指摘をしたところ、札幌国際大学なんですけれども、いきなり懲戒解雇に遭ってしまったという事案、これについての今回は続報をしていきたいと思っております。そして今日はその、当事者である大槻隆弘先生をお呼びいたしました。はい、自己紹介の方、札幌国際大学を6月末に懲戒解雇になって現在無職の大槻隆弘です。チャンネル桜北海道では9月2回、機会いただきましてご説明したので3回目ということになりますけれども、今日はその民事訴訟の本番の裁判も始まったということですので、それらのご報告も兼ねて今日はまた機会をいただいたということになります。よろしくお願いします。はい、本日よろしくお願いいたします。はい、ということで今回少しおさらいをしたいと思っております。で、舞台は札幌国際大学ということなんですが、2019年度の入学、要は昨年度の入学ということなんですけれども、現在の理事長されている上野八郎理事長、またその法人側が外国人留学生を大幅に増やして定員充足率を上げるということを取り始めました。で、2019年の入学ということですので、その1年前から準備を進め、そして海外提携校を大幅に増やし、で具体的には中国の瀋陽というところに業務委託事務所を置いて学生を募集入試を行いましたと。ただその時のやはりその外国人留学生に求められる日本語能力の検証というか、これがきっちりされていなかったんじゃないかということが、これがですね、結局新年度が始まった2019年4月の段階から実際に留学生が来てみると、なんとほとんど日本語の能力がない、喋れないとかよくわからないというようなことで、そこの現場の先生方も混乱して、独自のテストを行ってみたところ、本来必要とされる N2 相当の日本語能力に満たない留学生が半数近くいる。これではいわゆる授業が成り立たないということで、でそれで、教える側としては能力別にクラス編成をしたりとか、対処に不審をしていたんですが、これを逆に法人側の方が留学生政策に反対する、不届きなものであるということで、実際の当時学長されていた上後先生に対して更迭を打診してきたというかなり強硬な事案です。はい、でこれを知った理事会、そして特に外部の理事の方たちが非常にこれは何ていうか心配をされてですね、なんとかやっていく必要があるんじゃないかということになっていたんですけれども、結局法人側がかなり何ていうか強硬で、上後先生を更迭して新しい学長を選ぶというような運びになっていたということで、当時はだいぶ上後前学長とのやり取りが相当あったんですけども、これを怪文書を流したとか、あるいは差別教育、要はクラス別にしたということに対して、これは法人側の意向に沿わない背信行為であるということで、一方的にそういうふうな話に持っていかれ、結局その上後先生は任期切れというか、そういうことで要は大学を去ることになったということです。でその時に、これをいろんな人にやっぱり訴えかけなきゃいけないということで、報道機関にも協力を求めて3月31日、今年の3月31日に北海道庁で記者会見を行いました。はい、でその時に同席をされていたのが大槻先生だったということで、上後先生はそのままもう退いた形になったんですけども、実は現職の大槻先生がいきなり、本当であればそのまま働き続けてもおかしくはないんですけども、懲戒解雇になって辞めさせられるということが起こりました。この理由等についてご解説いただけますでしょうか。ありがとうございます。めんどくさい説明をよくコンパクトにしていただきました。簡単に言いますと、その少子化等で要するに学生が集まんないから留学生入れてとにかく定員充足しようじゃないかというやり方を、大学経営側がやり始めた。ただそのやり方がかなり、荒っぽいというか、さまざまな規則とかなんとかにそぐわないやり方、とにかく極端に言えば全部入れりゃいいと
いうやり方をしていて、それで入ってきたのが去年の4月の1年生からだったんです。で、入ってきた瞬間からさっき奈々さん言っていただいたように、日本語能力は明らかにこれはちょっと大学で勉強するには足りないんじゃないのっていうのが、まあ、4割半分近くいた。で、現場の先生が困ってですね、どうしよう、じゃあ別途もう一遍ちょっと試験してみたら、別の基準の試験してみたら、やっぱりこれは本来文科省が外国人留学生に要求する N2 というレベルの日本語の能力の基準があるんですけれども、これに満たないのがやっぱり半分近くいる。これ入れちゃってんだと。でも入れたもんこれ引き受けたんだからしょうがないからってんで、当時の上郷豊学長以下、まあ、担当する教員たちはなんとかこれを日本語能力を上げるように努力する体制を取ろうとしていて、と同時にやっぱり次からこれやってもらっちゃ困るよねということで、法人側にも話し合いをしようと持ってったんですけども、要するにけしからんと。要するに大学を持たせるためには一生懸命こういうことをやってる法人側にお前ら立てつくのかという、簡単に言えばそういう調子で、もう取りつく島もない状況だったわけですね。それでまあ吸った問題1年近くやって、結局今年の年明けの段階でもうこれは中ではもう恥ずかしい話どうしようもなくなってですね、で外のまあ文科省であったり、あるいは出入国管理局であったりといったところにまあいろいろご相談に行ったりとか、あるいはいよいよもうこれはメディアの力も借りて皆さんにこういうことが起こってるってことを理解してもらわなきゃいけないというので、さっき言っていただいたその3月31日任期最後の日に上郷学長道庁の記者クラブで記者会見をした、そういう経緯だったんですね。で、学長の方は、まあ、任期はどちらにしても一応3月までだったんですが、非常にその不条理なやり方で、解任をされてですね、新しい学長に取り替えられて、で4月以降は、まあ、その上郷前学長いなくなったわけですけど、僕とか僕の仲間は残ってやっぱり授業をやってたわけですけども、6月に至って僕が、まあ多少の手続きは大学なりにしたんですけども、懲罰委員会っていうのがありましてですね、いきなり呼びつけられます、はい、出てこいと。で、何が理由で懲罰委員会にかかるんですかって問い合わせても言えないと、いうような形で、まあ、非常に不透明な形で、何回かやり取りして、結局6月末に、まあ、お前は懲戒解雇であるということを申し渡されました。で、その理由というのが、まあ、4つ挙げられてるんですけども、重要なのは2点だと大学が言うんです。何かというと、さっき奈良さんが説明していただいたその3月31日の道庁記者クラブで行った上郷前学長の記者会見、2時間これは学長一生懸命事情を説明してくださったわけですけども、その場に、私大月が同席をしていたと。同席といっても一緒に記者会見を受けたわけじゃなくて、まあ荷物持ちとサポートでついてって部屋の隅にいたのが、たまたまテレビの映像に映ってたというのが同席だというふうにされた。これが一つ、これはけしからんと。でもう一つはその、まあ、外部理事なんかにいろいろ内部の事情を説明しなきゃいけないというので、外部理事の方などにその上郷学長が、いやこういうこと起こってんですよって理事会でこうちゃんと考えてくださいっていうことを説明しに行く機会があって、その時に僕と何人かの仲間が上郷さん先生と一緒について行って、その場に同席した、それもけしからん。この2点がどういう基準か僕よく分かんないですけども、違法行為であると。非常に重大な違法行為を行ったので、お前はクビだと。それもただのクビじゃない、懲戒解雇であるということを理事長自ら申し渡されたという非常に珍しい経験をしたというのが、まあ、顛末であります。いや、なんか今お聞きしてるだけでもなんか労働法制的にね、だからちょっとどうなのかなって、はい、いきなり解雇ってできるのかなっていうのと、そして内容的にも、まあ、これはまあ、裁判で明らかになっていかなきゃいけない部分ですけれども、はい、懲戒解雇の理由になるのかなっていうのがね、非常に不思議な事案ですね。まあ、はい、どんな立場の方であれ、普通に常識ある社会人であるならば、はい、この顛末をお聞きになったら、うん、頭からクエスチョンマークは100ほど出てくるんじゃないかと思いますけれども、特に懲戒ってなると、まあ、本来では例えば刑事事件を起こしたとか、はい、そういうふうな本当に明らかにもう明白で誰が聞いてもこれはっていうのじゃないと、まあ、犯罪ですよね、普通は。犯罪ですよね、普通、うん、はい、公金横領したとか、なんかちょっと人を殺めちゃったとか、交通事故とかね、ありますよね、何もしてません、はい、はっきり言いますけれども、まあ、そういった意味では非常に見せしめ的、恫喝的で、ちょっと信じられない事案でした。まあ、明らかに報復的な、はい、意味のある
解雇で、はい、まあ、逆らうとこういう目に遭うぞという見せしめを学内の他の教職員に対してもしたかったんだろうというのは、まあ、普通に考えれば明らかなんですけど、はい、でそれでこれはあの9月の最初の第1回目の放送で、まあ、こういう事件が起きてますということをあの報道させていただき、はい、で9月18日に今先生の方からあの入管の方にあの訴えている部分があって、そのなんていうか結果が出ていたので解説いただいたんですけれども、はい、その内容についてもあの北海道新聞の方はなんか全然違法性がないみたいな簡単な何ともなかったような書き方としていたんですがまあ見出しがそうでしたね。見出しが誤解を受ける感じなんですけど、うん、あれはなんか事実としてはああいうふうな読み方をするんじゃなくて、やっぱり指導が入っていたっていうふうに、うん、3点間違いなく指導が入っていて、はい、まあ、これは公益通報って形ですから、誰がその入管に通報したのかっていうのはこれは確かめるわけにもいかないですし、はい、それ尋ねること自体アウトなんですけれども、少なくともその入管側はいや違法行為は確かに入管の管轄の中では大学のことですから、あの直接の権限がないから違法行為という立て付けにはならないんだけれども、うん、でも行われていたことは調べた結果、一般的にこれちょっといかがなものかと思うので、本当はちょっと立て付け違うけど指導するよというので3点間違いなく指導だというふうな確認はこちらもしております。ただ大学側はこれはあのアドバイスであるという言い方で言いくるめてて、まあ、この間も話しましたみたいに同人祭の記事は、まあ、記者は一生懸命ちゃんと取材していただいたと思うんですけど、おそらく整理とか見出しつける段階で、いや違法性ないって言ってるよねっていうことだけ取り上げてポーンと見出しつけたので、まあ、普通に読まれたら あれ白だったんだっていうふうに、まあ、あのミスリードされかねないような書き方になってたのは確かでありますけれども、事実は入試について2点と財政管理について1点、間違いなくこれはやっぱやらかしてるよねと、言い方ちょっと雑ですけどもという指導がちゃんと入っております。一つは遠隔であの入試をやってる中国の方で、そのスカイプを使ってましたけども、うん、面接の入試をやったりするんですけど、そこで、まあ、プロンプターがいるんじゃないの、あるいは何か紙に書いてあるの読んでんじゃないのといったような事例が試験の現場からやっぱ報告が上がってきたにもかかわらず、それをまあ、揉み消すというか、それでも入れてしまってるっていうような事例がある。これ良くないよねっていう指摘が一つ。もう一つはその紙の試験、ペーパー試験ですね。これもやるんです。面接と日本語の試験やるんですけども、その日本語の試験の試験問題を使い回していたねと。つまり5回なら5回入試やるならば問題5通り作るのがまあ普通だと思うんですけど、これを例えば2つしか作ってなくて使い増ししてたねと、これは一般的にまずいよねという指摘だから、入試問題については遠隔の入試と紙の入試2点で問題指摘されている。もう一つが財政管理の問題で、科目等履修正という枠がありまして、これ説明しなきゃ分かりにくいんです。18日説明させていただきましたけども、正規の留学生で入試受けて、はい、パスしました、これは4年間いて単位取って卒業する、うん、これは分かりやすいです。でそれとは別に、まあ、以前からうちの大学でもやってましたけど、海外の提携校を結んでるその中国なり韓国なり大学があって、そこと1年間の交換留学みたいなこと、こちらからも送ってたことありますし、そういう制度があるんですね。でそれは4年間いて単位取る正規の学生じゃないから、科目通り修正って枠がこれあるんです。文科省でも一応定めてるんですけども、その枠で、1年から1年間うちの大学いて単位取って、でその単位持って母校帰って卒業の足しにしてっていう、まあこちらも逆もあるわけですけど、その立て付けの枠を使って正規留学の日本語でもちょっとこれ危ないよねっていうのをそちらの枠にスライドさせて、まあ実態言うと事実上無試験に近いような試験やってないんじゃないかな、あれおそらく、うん、そういう形で入れてしまってるというのが入管にもちゃんと認知されて、これはやっぱ良くないから、あの正しいやり方じゃないので、ちゃんと所轄のこの場合文科省ですね、文科省なら文科省と相談して是正してねという3点を指導されてます。でこれはその報告書は当然文科省にも言ってるはずですから、うん、その2018年度入試、つまり2019年4月から来る去年の1年生の留学生の入試については、入試と財政管理については全く問題がなかったという大学の主張はもうこの時点で崩れてると我々は見てるんですけれどもね、まあ実際問題があったよねということが言われてる状態であるということだったわけです。はい、
まあ、私もあの公務員というか行政におりましたので、はい、行政の方から指導が入るってことはそんな簡単な話ではないというふうに思っております。やっぱりあのそれなりにあの何もなければ本当に何も言わないわけですから、であの私たちも例えばチャンネル桜北海道で門別アイヌを訴えたあの事案というのがありますが、これについても例えば警察はあの一応検察の方にこれは非常にあの深刻な問題であるから告訴すべきだという、うん、そういうふうなあの意見をつけているというふうな話も聞いておりまして、やっぱりあの行政の立場としては何もないの場合だったら何も逆にやらないということを考えると、今回あの指導をしたというのは全くそのなんていうか完全に問題のない事案ではないよということだと思います。うん、その通りですね。まあ、はい、まあ、そういった意味ではちょっとね北海道新聞が何もなんか本当に何の違法性もないみたいなことを最初につけたっていうのは、うん、私としてはちょっとねなんか何かあったのかなっていうか、逆に札幌国際大学とあんまり揉めたくないっていう何かがあるのかなっていうの、うん、まあその前大学側からなんか、はい、あの3月のその記者会見の記事について抗議が入ったりもしてたようですから、はい、まあ面倒くさいと思ったのももしかしたらあるのかもしれません。よくわかんないですけどね、はい、その辺は。ただあの見出しはちょっと誤解を生む見出しだなというのは僕なんかは思いました。はい、うん、まあ、私もそうだと思いますで、まあ、その後 の、まあ、あの話なんですけども、今回はあの一応あのそのいわゆる懲戒解雇が、まあ、不当であるということであの裁判が始まったんですけども、もう一つあのいわゆるなんていうか地位保全のなんていうか、はい、仮処分の申し立てですね、はいはい、この辺 の法律の話になるんで僕も法学部で、まあ、本間さんもそうですけども、はい、かなりなんちゃってのあれなんで自分事になって初めて勉強して分かったようなことを言ってますけど、はい、要するにクビになったよって、ああそうですかって言ってるわけいかないので、うん、弁護士さんと相談してですね、いやこれは訴えるよと、民事訴訟でやるんだけども、でもそれは訴状を出してもすぐ始まるわけじゃない、そうこう言いながらだって6月の終わりでクビになってるわけですから授業持ってるわけですよ、前期の全く半分ぐらいで、でいくつか講義もゼミもある、卒論の指導もある、そういう学生全部ケアもできない、ほったらかした状態で大学側はいきなり首切って、まあ、その後もめちゃくちゃなんですけども、うん、そういう状態なので、とにかく早く地位の保全だけしてくれと、裁判は裁判で訴状を出す、本訴やるけれども、うん、仮処分申し立てというのを緊急性があるのでやってくれっていうのを同時に出したんですね、はい、でそれもやっぱ札幌地方裁判所地裁に出したんですけど、その、仮処分申し立ての結果が出たのが先週ですかね、地裁から結果出て一応却下されました。で、要するにでもこれはあの結構大学側はね、あ却下されたからうち間違ってないみたいなことを学内には言いふらしてるみたいなんですけれども、仮処分が却下されただけで、うん、その訴えてる本体の、うん、本訴の、うん、この懲戒解雇ちょっとおかしいんじゃないのということについては仮処分の判断には一切入ってません、うん、つまり、早急に例えば今こういうあの大月の地位を教授の地位をもう一遍戻してやんなきゃいけないよねという緊急性はないよという判断だけの話です。でこれについてもあの弁護士さんと相談して、いや納得いかねえから地裁の次だから高裁の方に抗告するように今準備してますし、これまた改めて仮処分の新人審査というのが高等裁判所の方でも今後行われるわけですけど、はい、同時にその本番の方ですね、はい、民事訴訟の本訴の方がようやく10月の末に1回目が始まったというのが今の時点ということになります。はい、なんかこれ本当に私法学校なんでなんか却下って言うとみんなえとか思うんですよ。で却下ってそもそも 中身に入んないで形式的なやつで跳ねるだけだから、あの実は負けたわけでも何でもなくて、とりあえずあのなんていうかその緊急性は否定されて、うん、あの要はあの中身入んないで下ろしちゃったっていうだけ。いやだって給料もらえなきゃ困るんですけどって通帳のコピーとか全部出したんですよ。あるそしたらいや借金しろっていう話ですから、はい、他の例えば労働者なんかで金ないのとお前ちょっとそれより違う、いやでもなんだかんだ言って300万しか貯金ないんですけど、いろいろやったんですけどもでも借金しろと、借金してでもやれってことで、うん、だからそこ、うん、それは地方税もちょっと、うん、まあ、この理屈もいろいろあるんですけど、まあ、要は、うん、本訴でやりなさいと、はい、いう話になった。どうも裁判官さんがちょっとあんまり判断したくなかったような節もあって、はい、まあ、でもいずれにしましても今言ったみたいに却下という形で、地裁では跳ねられて、だから次は高裁に行きます。でこれはまた今後始まるんですけど、はい、何より本番が今回始まった民事訴訟の、はい、そういうことであります。はい、ということでそれがちょうど、はい、あの今週の10月27日ということで、はい、10時から
札幌 地方裁判所の方でまず口頭弁論ということで始まりまして、はい、傍聴席には奈々、はい、さんも来ていただきましてですね、はい、傍聴席の方が豪華メンバーだったんじゃないかという話もなきにしもあらずだったんです、はい、ありがたいことに僕のその卒業生だったりとかですね、はい、現役の学生はさすがにちょっと止めたんで、はい、あれですけどやっぱり10人足らずちゃんと来ていただいて、相当あれ民事の場合は裁判官さんにとっては、まあ、配慮すべきというかプレッシャーといったら失礼ですけどやっぱあるみたいですね。やっぱ少々、はい、ですから来ていただいて、そういう形で1回目の口頭弁論が行われました。はい、はい、でこれは大槻先生の方からなんていうか、まあね、言いたいことということで私も聞かせていただいたんですけども、ありがとうございます、はい、訴状は双方出てるわけですから、はい、こっちから内容はね、うん、分かってるんですけど、あるんですで本来ならば訴状を読み上げるのが本当らしいんですけども、うん、まあこんだけあるので時間もあれして、うん、それで済ますところを、まあ、うちの弁護士さん代理人が大槻さん自分で喋ってと言いたいことあるでしょっていうか、うん、ただ行儀よくしてねってだいぶ釘刺されたんですけれども、5分ぐらいでっていうので5分ぐらいちょっと口頭弁論させていただきました。まあ、と当日口頭弁論で大槻先生が語られた言葉というのはこの動画のところに参考までにURL を貼り付けておりますのでぜひ皆さん見ていただきたいんですけれども、まあ、5分ぐらいということでしたが、私は大槻先生の結構心のなんていうか本当に言いたい気持ち、真摯ななんていうか思いっていうのが伝わっていて、なんていうか裁判所でねいろんななんていうかこういうの聞いたこと何回かあるんですけれども、かなり私はね心に響く言葉でした。ありがとうございます。素晴らしいなと思って、ありがとうございます。よく構成されてね、言いたいことをきちんと簡潔に述べられていたなというふうに思ったところです。あれ裁判官に向かって言わなきゃいけないんですよね、はい、たまに最近は傍聴席に向かってやる人がいるらしくてアメリカの裁判みたいにやめてくださいってだいぶ釘刺されたんで真面目に裁判官に向かって喋ったんですけど、まあ要は自分がクビになった、まあ、これはもちろん自分事ですから困るし、はい、いやこれは不当なんですってもちろん訴えるんだけども、それだけじゃなくて大学ってのはどういう場所なんだよと、うん、そもそもでそういう話をちょっと生意気ですけどもさせていただいたつもりです。であとさっきもちょっと言いましたその学生たちに対する不利益っていうのはどうすんのよということですね、うん、もちろん僕は今61歳ですので中でも話しましたけど、うちの大学の規則でいうと定年フルタイムの定年が63なんです。だからあと2年足らずということはその裁判これこのまま民事普通進んだらまあ最低でも 2,3 年かかる、下手すりゃ4年以上かかるっていうことなんで、もしかしたら裁判これどんな結果になってもし勝ったとしてもその時点で僕はもう大学に戻れないかもしれないというようなお話も含めて、じゃあそもそも大学ってどういう場所なので、大学を経営するっていうのはどういうことなの、それは教える現場の我々教員なりあるいは職員と経営側とが双方にこれはいい意味での緊張関係を持った信頼関係がないと持続したその学問の自由というものを保障する場はできないんじゃないの、うん、あまり僕はこういう大文字の能書き言うのは得意じゃないし柄でもないと思うんですけども、やっぱりこれは伝えといた方がいいんじゃないか、単にその首なんとかしろっておかしいじゃないかっていうことだけじゃなくて口はばったいですけども学問の自由あるいは自由な学問の場というものとしての大学というのはこれは日本だけの問題じゃなく国際的な普遍的な価値であるっていうのは僕は信じてますし、でそれを経営する側としてもあらゆるその信頼性を毀損することをやってるんですよという話を、まあ、裁判官お三方ですけどね、はい、3人いらっしゃるんですけども一生懸命喋らせていただいたつもりです。URL 貼っていただけるみたいなんで、もし関心あれば飛んで見ていただければというふうに思います、はい。まあ、最近話題になっている学術会議が言っている学問の自由っていうのは私はなんかとてもうさんくさく見えてたんですけど、いや本当に学問の自由っていうのはね、大槻先生が語られた言葉の中に私は真理があるなっていう本当に無視の思いで、確かに懲戒解雇というその不当なことに対する、まあ、そういうふうな多分個人的な憤りもいろいろあると思うんですけど、ここのやっぱり本質というのは大学とは何なのかっていうのをね考えさせられるいい弁論だったなっていうふうに私は受け止めております。国立でも私立でもね、それは大きい大学でもちっちゃい大学でも文系でも理系でも僕は同じだと思うんですよ、はい。うん、で我々たまたま教員という立場ですけども、そこに来たら学生とやっぱ同じ立場なわけですよね、基本的に。
先輩後輩ぐらいの話ですよ、うん、でこっちはたまたま長い間生きていてそれだけいろんなものを知ったり読んだりしてるから知識はあるけど、でも新しいことは若いもんが知ってるっていくらでもあります。僕なんか学ぶこといっぱいあるし、教えるってことはこっちが勉強することでもありますから、そういう場ってのは良くも悪くもどんな大学であれ基本的には専門は違ってもね、うん、保証されるべきもんだろうと思ってますし、ね、実際その傍聴席にうちの OB なんかも来てくれてましたけど、うん、いや先生あんなまともなことを言うなんてかっこいいわなんて褒められて僕も照れくさかったんですけれども、うん、ただそれは本当にあの綺麗事じゃなくてですね、うん、こういう無茶な理不尽な解雇の仕方とか、うん、あるいは学生に対するその学問の場勉強する場をいきなり奪うようなことをまかり通らせては、うん、これはあえて言いますけど北海道の恥ですと僕は思ってますので、そういう思いで語らせていただきました、うん、はい、まあ、そしてその口頭弁論で先生のが終わった後にですね、これあの私も、まあ、裁判ってなんか割にその手続き的とか形式的なことが多いんだなと思ったんですけども、印象的に感じたのはあのむしろあの先生は原告側、はい、で被告側のその大学の方にちょっといくつかなんか訂正というかね、はい、入っておられたのね、裁判のなんかいろいろ書面についてなんかちょっといろいろ準備書面とかこっちは訴状出してますけど、はい、それに対して反論の文章が出てくるわけですけど、それがちょっといろいろ不備があったらしくて、はい、裁判官の方からこれ次まで直してきてねっていうのを数点指摘されてました。特に証拠関係でしたね、はい、であのうちの代理人の弁護士さんなんかも言ってましたけど、そのさっき言った仮処分の時に出してきた書類の、うん、ほとんどコピー&ペーストのまんま出してきてたと、うん、まあ文言は多少書いてありますけど、だから本訴で改めて争う時の証拠の立て付けとちょっと違ったりしたところがあったので、それを指摘されてたみたいだと。なので、あ、裁判長ですね、あれ、はい、裁判長ちゃんとその文章を読んで、あ、本気でやるんだなというふうにやっぱ僕は思ったし、うん、どうも僕の弁護士さん代理人の弁護士さんもそう感じたみたいです。あ、ちゃんと読んできてる、これは先生本気だわ、うん、この裁判官はというふうに感じたみたいですし、あれは相手方のその弁護士さんからしたらやっぱかなり恥ずかしいことではあるという理解でいいみたいです、うん、はい、はい、まあ、そういった意味で少しちょっと準備がね、あのちょっと不足してるのか、うん、で裁判官の、ね、はい、方はねしっかり読んでて、これこれとこれっていうふうに指摘されていたので、うん、だからすごく頼もしいというかありがたいなというふうに僕は個人的には思って、はい、あの見てました、はい、証拠ないんですよ、うん、向こう側ぶっちゃけだんだん未だに証拠探してます、うん、つまりその3月制で、まあ、事実上解任に等しい形で辞められた前の学長とお前ら一緒に動いてたろうと、うん、要するに、大学のやることを気に入らないという形で動いてたろうと、その証拠を一生懸命探して未だにその中の教員なんかに呼びつけて懲罰委員会がなんかかけたりもしてるみたいです、うん、ほとんどもうなんていうかどっかの国みたいな恫喝の仕方を、うんうん、どこで覚えたのかああいうのをやってきてるみたいです。だから新たな証拠が懲戒解雇っていうんですから、さっきおっしゃったみたいに普通犯罪とかですね、うん、明確でないとっていうのなんか僕知らない、はい、なんかそれに引っかかることやったかなと思ってたんですけども、うん、未だに出てきてません。なんか隠し玉持ってんのかなと思ってたんですけども、何もないってことはやっぱ証拠がないんだなということで、まあ今後あのどういう展開になるかまだちょっとよく分かんない、次回が12月の頭設定していただいたみたいですけれども、うん、公開の法廷でやるのはちょっと当分またあの後ろに下げて中の部屋でやるみたいですから、公開って形にならないと思いますけど、今後もし証人尋問とかですね、そういう形になったらまたこの間の1回目みたいに公開で傍聴も入れてという形にしていければいいなというふうに思ってますし、随時その間の過程、せっかくこういう機会いただいたので、関心持っていただく意味でもですね、必要な限り情報開示して起こったことはご説明することができればいいなというふうに自分は思ってます、はい、これも楽しみなところですというのと、その後一応あの記者会見というのが、はい、そうそうそう行っておりまして、はい、あの裁判終わった後にその司法記者クラブで一応記者会見を行って、まあ、今回時間的にもあれだったのでテレビとか入ってなかったんですけども、うん、まあ同心読売毎日朝日と、まあ、主要4紙が全部来て、うん、まあで小1時間ぐらいやり取りしていろいろ質問にも答えたんですけども、翌日報道に出たのは読売と毎日だけでした。
同心と朝日さんは何か事情があったのか、まあ紙面の都合なのか報道していただけなかったというのが事実であります。あの結構見てたら朝日新聞の人も相当聞いてたような気がするんですけれども、ね、朝日じゃなくて同心ですよね。あ、同心、あ、そうですね、同心の方ですね。あと毎日の、はい、あの記者さんすごく毎日の人もかなり聞いてましたね、ちゃんと聞いてました、うん、ね、うん、いやそういった意味では北海道新聞これまで取り上げて、うん、それなりにあの報道してたんですけれども、まあ、うん、まあなんかあるんでしょう、わかんないですけど、ね、わかんないですけども、うん、チャンネル桜なんか出やがってっていうのはあるのかもしれないですけど、もしかしたらわかんないですけども、まあ、うん、まあでもそれはまあ報道ですから、はい、うん、それはあのいちいちそういうのは詮索してもしょうがないんですけど、ただ例えば、まあ、北大と比べたらもうおこがましすぎますけど、でも例えば少し前あの北星学園 の、 あの上村先生の件ありましたね、はいはい、あの慰安婦絡みの朝日の OB の、はい、あの時なんか雇い止めだけで大変な報道してましたよね。あともう本当にそれこそ学問の自由の侵害だって言って騒いでいて、うん、いやあれこそなんかあんな大騒ぎになって警備まで見つけなきゃいけないっていう、うん、だから、はい、まあまあまあ別に僕も比べる気はないけども、あれに比べたらこっちの方が実は大事なんじゃないかと、まあ、自分事ながら思うんですけども、はい、非常にあの特にこの9月以降特に冷淡な扱いを受けているような印象がないではないです、はい、うん、私もそのメディアに対してすごく不思議なのは、いつもなんか社会正義とかいろいろ言ってるんですけれども、うん、かなりその社会正義 の、 その定義というか、あのなんていうかルールなんか基準っていうかね、うん、クライテリオンっていうか、うん、どこにあるのかなっていうね、なんかあのちょっと揉めたくないとか思ったらさっさとなんか引き上げる気がするし、自分たちの特定のイデオロギーが関与してきたら一生懸命報じるしっていう気がして、うん、まあ、今回私たちチャンネル桜北海道ではこれは大変な問題だと思っておりますし、ありがとうございます、はい、あのましてあの中国人の、ね、留学生をこれだけなんかもうはっきりもうなんていうか、うん、その、まあ、基準を、ね、満たさないものまでどんどん入れていくというその学校側がやっていることの問題と、そしてそれを指摘しただけで強硬策を打ってきたというね、なんかむしろなんでこんなことが平気で通っていて、うん、何が起こってるんだろうなという、よっぽど何か変なもの踏んじゃったかなと、はい、とかどうもそうらしいんですね。それとかまあね、うん、文科省側はどう考えてるのかとかね、まあちょっと、うん、逆に先導してんじゃないかとかね、いやなんか思うぐらいの感じもしてしまうので、早く手離したいんじゃないかと思ってますけども、はい、ただまああのさっきおっしゃったみたいにその留学生についての国策国の政策が大きく今変わったじゃないですか、はい、あの安全保障の問題とか で世の中の世間の人たちもやっぱそういう関心多くなってきて、情報漏洩とかですね、だからそういう中ででも私学経営厳しいとこうちだけじゃないですよね、はい、あの例の苫小牧の駒沢大学であったり、はい、稚内北星が買われたりとかですね、あるいは高校なんかも買われてる、札幌学院なんかも危ないっていう話が出たりしてます、うん、だからある意味そういう留学生ビジネスがその経営が厳しくなってる、まあ、北海道だけじゃないと思いますけども、学校にアタッチメントとしてくっついて何かその間でこう儲けようとしてる人たちがやっぱうごめいてて、でそれはどうもつながってるような見えるんですよね、うん、見えるんです、うん、だからそこらを踏んだのでやっぱりこういう目に遭ってんのかなという気がしないでもないです、うん、ただこの辺はちょっと、はい、あのちゃんと証拠固めをしてですね、別途僕もやっぱ腹の虫は収まらないので調べてみたいとは思ってるんですけどね、はい、うん、はい、いや本当にこういったその、まあ、懲戒解雇に関する裁判ではあるんですけれども、何が起きているのかっていう、まあ、全容のなんていうか解明につながっていくといいと思いますし、そしてむしろ経営的っていうか私は健全なあの財政、ね、状態だった札幌国際大学がなぜこんなことになったのかっていうのもね、うん、あの多分 OB とか OG 含めてみんなやっぱり思ってると思うんですよね。いや中の職員さん古い方なんかも、はい、なんでこうなったかって思ってる方は結構いらっしゃるみたいですし、初代の理事長さんってやっぱそれはそれでまあいろいろこれも問題あったけど、うん、やり手で、はい、経営状態から言うと本当に全国トップクラスの内部留保、それこそ数十億100億近いお金持ってた、それがあっという間にもう3分の1ぐらいになってるって話ですから、うん、今の理事長になってからもう経営としてもこれはイエローカードレッドカードのレベルなわけです、うん、だから逆に言うとお金持ってたから目つけられたかなという節も、うん、ないではないですね。でお金ないところだったら例えば中国でも何でもいいですけど、そういうどっかがお金出すからこうしろっていう形で乗り込んできて、うん、まあ
言葉は悪いですけれども乗っ取られたりするってこともあり得るわけですけど、うちの場合その前に食べるところがいっぱいあったので、存分に食べてから乗っ取ろうかという思ってるのかなというふうにちょっと勘ぐったりもしてます。ただいずれにしましても裁判始まりましたので、まあ2年かかるか3年かかるか分かりません。でなるべくさっき言ったみたいにもう定年あと2年しかないですから、早く進めてくださいというお願いを弁護士含めてあの法廷の方にはしてますので、随時またあの声ばいただければご説明して皆さんの関心をなんとかつなぎ止めて、より大きな問題にまでおそらく引っかかってくることがあると思うのでですね、やっていければなというふうに思ってます。はい、ということで、まあ、今回あの取り上げさせていただいたんですけれども、実は右も左もっていうと変なんですけども、あの組合系のところも相当興味と関心をあのお持ちのようなので、いやありがたいですよ、はい、そういった意味ではやはりなんか私はあのこれはもう思想性の問題だけじゃなくて、本当にあのなんていうかイデオロギーも離れてですね、非常に関心を集めているテーマだと思いますので、引き続きあのなあの、まあ、何か動きがあるたびに取り上げていきたいと思います。ありがとうございます、はい、あの右とか左とか保守とか革新とかね、はい、右翼とか左翼とかって、まあ、今でもみんな使いますけども、はい、実はその立て付けで見たらかえって分かんなくなることって今ものすごく多いと思うんですよ、うん、あの大阪の都構想の問題なんかもそうだなと思って僕は個人的に見てんですけども、今回でもそのさっきおっしゃったその私学の労組、はい、いわゆる本当に左翼系ですよね、はい、組合活動の方なんかもいやできることないですかってやっぱ言ってきて、いやそれはもう立場は違うけれども左右を弁別せずって、僕はあの亡くなった竹中朗さんっていうボライターの、はい、僕は尊敬してましたけど、いい言葉があって、志さえ一緒だったらそんなものはどうでもいい、とりあえず協業できるとこはしようじゃないかっていうので、その組合のニュースなんかにもこの口頭弁論のこの間のあれはもう出てますしね、うん、そちらの方からももしかしたら我々が知らなかった新たなその協力の芽がね、うん、出てくるかもしれないので、そういうプラットフォームになっても僕は非常にいいんじゃないかなというふうに思ってます、うん、はい、この、 あの事案につきましては動きがあるたびに今後も報道していきたいと思っております。そしてあの先ほどあの口頭弁論での大槻先生のことは、これをあの URL を貼り付けますのでと話あの言ったんですけれども、やはりあの直に先生の言葉をいただいた方がいいと思いますので、最後にあの大槻先生にあのこの口頭弁論の内容を朗読していただきたいと思っております、はい、先生そういうことでよろしくお願いします、はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。大槻隆弘です。裁判を始めていただくにあたって、冒頭少しだけ自分の今の気持ちを述べさせていただきます。自分は1989年以来大学や研究所の教員として生活してきました。2007年以来縁あってご当地の札幌国際大学に教員として勤めてまいりました。同時にもちろん研究者としての研究も行ってきました。それらがおよそ正当な理由と手続きのないまま、しかも懲戒解雇という労働者としては最も厳しい処分で職を追われることになった。そのことについては言うまでもなく非常なショックを受け、困惑し、また大きな憤りも感じています。ただ、一つはっきり申し上げておきたいのは、それらと共に、あるいはそれ以上に、公益法人である大学という機関がこのような異常ともいえる処分を下すに至った、その背景の詳細とその是非について、この法廷の場で法と正義に基づいた真っ当な判断を下していただくこと、そしてその過程において大学の中でどのようなことが起こっていたのかについて、社会にそして世間の方々にも広く知っていただくこと、これを目的としているつもりでもあります。さらに、この6月末に自分がいきなり解雇されたことによって、自分が受け持っていた講義科目や、演習の学生たちに著しい不利益が生じていることも申し添えておきます。今年に入ってからのコロナ禍で、いわゆる遠隔授業が実施されていたことで、4月に入学したものの、大学に顔を出すことも禁じられ、同級生やクラスメートとも顔をちゃんと合わせたことのないままだった1年生、あるいは、他方、就職活動を行い、なおかつ卒業論文の執筆にも取り掛かっていた4年生に至るまで、いずれ何の予告もそのための準備もないまま、
前期の半ばという時期でいきなり放り出されてしまいました。その後も誠実な対応をしないまま推移している大学側の態度と、それによって生じてしまった学生たちの不利益についてもまたこの場で明らかにして、それらの是非についても真っ当に判断していただけることを彼ら彼女らの名誉のためにも希望いたします。大学という場所が本来どういう場所であるべきか、少なくとも自分は憲法で保障された学問の自由を教員も学生も共に同じ学生、古い言い方をあえてするなら平等な諸生という立場で保障されるべき場所だろうと思ってきましたし、今もそう信じています。それはその大学が有名か無名か、国立か私立か、文系か理系か、規模の大きなものかちっちゃなものか、そういった違いを超えて未だ国際的に共通する普遍的な認識であり、大学にとっての前提だろうと思っています。そしてそのような場所を持続的に安定して維持していくのが大学経営の本来であるはずです。そのような経営側と現場の教員を中心とした教学側の良い意味での緊張関係を持って、あるべき大学の姿を目指して努力していく。立場の違いはあれど大学という場所に関わり、それを仕事とする者にとってはみんな同じ認識だとこれまで思っていましたし、やはりこれも今もそれは変わりません。経営側と教学側がそのような風通しの良い信頼関係を取り戻して、あるべき大学の姿に少しでももう一度近づくことができるような環境を自分は何よりも望んでいます。それは自分一人でなく、くしくも今回このような事態に巻き込まれてしまったこの札幌国際大学の今いる教員や職員など多くの者たちの物言わぬ思いでもあるはずです。今回の自分の懲戒解雇とそこに至る過程は、この大学の教職員はもとより今在籍して学んでいる学生たちの、さらにはこれまでこの大学で学んで社会に出て行って活躍している卒業生の OB や OG も含めた人たちのこの大学に対する信頼を大きく損ねてしまった。そのことを教員の一人として残念に思いますし、まただからこそできるだけ速やかにそれらの信頼を回復できるよう努力したいと強く思っています。大学としての真っ当な在り方とはどんなものか、たとえ北海道の小さな私立大学であっても、それは世界的に共通する学問の自由という価値に向かって開かれたものである、そのことを示したいと願っています。大学の規定によると、フルタイム雇用の定年は63歳、自分は今61歳ですから、あと2年で自分は時間切れになります。この裁判の結果が出る頃には自分は大学に戻れなくなっているかもしれません。今いる学生たちとももう大学では会えなくなっているかもしれない。そういう意味で今の自分に残されている時間はもう少なくなっています。なので縁あってこの大学で出会って共に学ぶことになった今の学生たちとの関係をまずできるだけ早く取り戻したいと考えていますし、そのために公正な判断をできるだけ早くいただきたいと思っています。そしてそれは学生のためという一点において大学本来の目的とも合致しているはずです。これは所詮地方の一つの一次第の出来事、見る人によってはいやよくある内紛に過ぎないや、そう思われているかもしれません。ただ背後にある構造はどうやら今この国のさまざまな組織、さまざまな場所で起こっていることとも因に応に関連しているようですし、その意味では案外厄介で根の深い問題も引きずり出しかねない案件だと、自分としてはそれなりに腹をくくってこの場に臨ませていただいております。懲戒解雇という異常で不当な処分を学問の自由を保障するべき公益法人である大学が一方的に行ったことの是非、そしてそこに至った背景にある昨年来の留学生をめぐるさまざまな問題の経緯も含めて、法と正義に基づいてご判断をいただけるよう裁判官の皆様、
どうぞ心からお願い申し上げます。以上です。